気合は十分だ。行くよ。7番人気は9番石山ゾン。晴れ渡るスタートです。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。先行争いは8番大気シャトル、5番エアグレーブ、3番大気シャトル。最後方からのレースとなった石山ゾン、大丈夫か。ちょっと苦しいが大丈夫。ここからが彼女の実力の見せ所です。さあ、激しい先行争いで前に出たのはカイレススカ。早くも激しい競り合い。8番大気シャトル、この位置につけています。一馬身差、ライバスターレット内を回って、3番大気シャトル、5番エアグルーヴ並んでくる。少し後ろから2番ウォッカ、その後1番エアグルーヴ外を回って、シオマゾン一馬身差、7番ウォッカ、8番大気シャトル先頭進みますが、これは正解でしょうか。8番大気シャトル、彼女の客室には合っていますね。大欅を越え4コーナーへ。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。この直線で勝負が決まるぞ。あと2列で1段になって、団子状態の前方向へ。お互いに牽制し合っているようですね。シアマゾン前を狙っているぞ。最後のコーナー行くよ。対番だ。シアマゾンここで上がってきたぞ。残り400。キッシュアマゾン並び立ててきた。キッシュアマゾン完全に抜け出した。キッシュアマゾン先頭はキッシュアマゾン。これは強い。苦しくなったのでぶっちぎるぜ。残り200。キッシュアマゾン足色は衰えない。キッシュアマゾンリードは4マシン。強い強い。先頭は変わらず。キッシュアマゾン後ろを引き離して、キッシュアマゾン今勝利です。この子にかなう馬娘はいるのか。勝ったのはキッシュアマゾン。ライバルに打ち勝ち、見事大きな1勝を手にしました。2着2番ウォッカ、3着7番ウォッカ。ざっとこんなもんさ。